2回レンジャーに挑戦して2回とも怪我で現体復帰しました。2回でアキレス腱の部分断裂をしてしまいました。リハビリ中ですが、また挑戦したいと思っております。皆さんは大きな怪我をしたことはありますか？怪我の予防はどのようにされていましたか？高田さん。痛いですね、はい、本当に。いやすごい、2回まずチャレンジして、まあ、お怪我されたということで、本当にまずはご自愛いただいてすぐ直していただきたいというのが一番に思います。でまた次に出たいっていうその気持ちですね、本当にもう頭が下がる思いですね、すごいと思います。やっぱりレンジャーとかっていうところ行くことによって、また任務の幅が増えるので、怪我をどうにか克服して、うん、ぜひ卒業してほしいなっていうのが強く思うところですね、うん、で怪我の予防なんですけど、やっぱり多分相当無理をされてると思うんですね、うん、私体を壊さなかったんですよ、うん、全然壊れなかったので、だから今となっては本当に父親母親のおかげだってよく言ってるんですけど、やっぱりこの予防はもう人それぞれ違うんで、はっきりしたことが言えないっていうのがまず大前提にあるんですね。多分1回目がどういう怪我なのかわかんないですけど、2回目のアキレス腱っていうのは相当なことなので、でまたどういうふうな、まあ言うなら登山山岳登攀やってる時に滑落したとか、本当に歩いてる時にプチっていっちゃったとかっていう、ちょっとわかんないからですね、何とも言えないんですけど、ラックサックであったりとかそういうことをやって日々トレーニングを、うん、地道に積んでいくっていうのが一番かなと思いますね。重たい荷物持つんで、うん、あとはロープ訓練とかではもう本当に我慢することがいっぱい増えてくるんで、その辺も合わせてちょっとまあ、これ以上の大きい怪我がない、そして卒業してもらうっていうのが一番かなと思いながらちょっと読まさせていただきました、うん、ちょっと難しいですね。ミュウさん何か予防とかで言いますか？予防、私もまあ中田さんと一緒で体が強かったので、なかなかね怪我っていうのは、大きな怪我っていうのは今までないんですけど、もちろんやってる最中に膝痛めたりとかね、いろんなとこ痛めたりっていうのはあるんですけど、まあ、アキレス腱を切ったとか幸いにしてなかったんですけど、やっぱり切られた方ってそこにどうしても意識がいっちゃうので、怖いな怖いなって思う気持ちが出てきちゃうと思うんですね。武術やってるとやっぱり自分のこの体に興味を持って、自分のね弱いところを知るっていうのはすごい大事なことなんですけど、無理をしないことはそれ以上もっと大事で、やっぱり自分の体を悲鳴上げてるっていうのはやっぱり絶対無理しちゃいけないので、かといってこのレンジャーに行くっていう夢を諦めたくないっていう気持ちも分かりますので、どうしても痛めた箇所に意識がいっちゃうと思うんですけど、そこに意識がいっちゃうとネガティブな気持ちになっちゃうので、もうその痛みをですね、体にイメージしてください。これ武術やってる人だったらちょっと分かるかもしれないですけど、こう痛みを分散させるような努力をするみたいな、すいません漠然としてて申し訳ないんですけど、でも本当に無理しないようにしていただきたいですね、うん、人に合う合わないがあるんであれなんですけど、私レンジャーの時に1回ロープ訓練をやってる時に腕が上がらなくなって、その時は広島だったんですけど、針を打ってもらって体の流れを見てもらったことがあるんですね、うん、なんでもしかしたらどこかに違う負荷があってっていうので、合う合わないがあるんで、絶対とは言えないんですけど、そういう体を見てもらえる針であったりとか、もしくは指圧であったりとかで、どこが悪いかっていう、お近くでそういう方がもしいらっしゃれば、ちょっと話すのも一つ予防の方法一つになるかなと思います。確かにケアという部分では、休み入ったらケアしてましたね。体の針行ったりとか、マッサージ行ったりとか、自分でこうマッサージしたりとか、プロテイン飲んだりとか、そういう本当にお金はかかりましたけど、ケアはすごい大事でした。大事ですね、うん、武蔵のクアンとかニーとか、まあ、個人的にはおすすめですね。もうご存知だと、まあ、プロなのでご存知だと思いますけど、筋肉トレーニングしっかりしても栄養ちゃんと取んないと筋肉ってできないし、腸回復ちゃんとさせるためにはどうすればいいかとか、終わった後のマッサージとかですね、しっかりやった方がいいと思いますし、まあ、そんなこと言ってても私左ばっかりなんですけど、足首1回と膝2回骨折してます。で今でもたまに痛みますよね。やりすぎちゃったんですよね。鏡跳躍とかたくさんやってて、疲労骨折したりとかしてますんで。なんで鏡跳躍やったんですか？これはですね、1回は自分でやっちゃったんですけど、もう1回は無理やりやらされて。誰に言わされた？悪い人にやらされた。悪い。そうですね、結構ね、いい先輩っていうのは一緒にやってくれるんですよ。そうですね。だから鏡跳躍とかやるときも人間ができるレベルなんですけど、ちょっと
ダメな先輩、うん、ダメな先輩って言っても私の舞台の先輩じゃないかったんです、実はですね。どこですか？叩きたくてしょうがないじゃん。叩きたくてしょうがないじゃん。違う舞台の先輩にですね、まあ、上司なんですよ、もう階級違ったんですけど、うん、やれって言われてね。そうすると一緒にやらなければ何回でも言えるんですよ。じゃあ150回やれとかね、うん、200回やれとか言うんですよ、うん、で鏡跳躍なんてそんな200回とかやったらもう相当しんどいことになっちゃうんですけど、悔しいからやるんですよ、もう頑張って、うん、したら足そのまま疲労骨折しました。うん、うん、そうですね。だからやりすぎってちょっとね、うん、自分でトレーニングするときはやっぱりあの無理は、そこまでの無理はしない方がいいと思いますね、うんうん、サボりって良くないんですけど無理はしちゃいけないっていうね、うん、難しいとこなんですけど、うん、やられるといいかなと思います。うん。